皆さんはアジア大ツーシームをご存知でしょうか。プロ野球界ではアジア大学出身の横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明選手が決め球として使っていたことから浸透し始めました。同じアジア大学の後輩である広島カープの薮田投手、栗投手も使用し、最近では國學院大学出身のヤクルトスワローズ清水昇投手もこのアジア大ツーシームを決め球にしてセットアッパーとして活躍しました。今回はそんなアジア大ツーシームとは一体何なのか、その起源と特徴について解説をしたいと思います。また私が独自でアジア大ツーシームを習得するにあたって掴んだ感覚についてお話をしたいと思います。アジア大ツーシームとは一言で言えば変化量の多いツーシームとしてご理解いただけたらと思います。アジア大ツーシームには3つの変化の性質があり、ツーシームのようなシュート回転に加え、シンカー系の変化が大きかったり、またスプリット系のように縦にも落ちる変化の性質もあるため、ツーシーム、シンカー、スプリットの中間に属する変化球になります。そのため投げる人によって感覚と意識は異なり、シンカー系の変化量が多い場合やストレートの軌道の性質が強くツーシームとして活用をする場合や、フォークボールのように扱い決め球として空振りを誘うために投げる場合もあります。ツーシーム、シンカー、スプリットの要素の強弱は投げる場面や投げる人によって変わりますので、その性質を知った上で3つの要素の強弱をいかに自分の持ち球としてコントロールするかが大切になると思います。アジア大ツーシームの起源は沖縄尚学時代のソフトバンクホークス東浜タスク投手がシンカーとして習得した球種でした。しかし当時のメディアも東浜投手の持ち味はツーシームだと報道も多く、この時点でツーシームとシンカーの境目が曖昧になってきていることがわかります。2009年に東浜投手がアジア大学に入学すると、アジア大生田監督が野茂英雄投手のフォークをヒントにして、東浜投手のシンカーを手首を立てた状態で投げられる縦変化の変化球に改造しました。その後2010年に栗投手がアジア大学に入学し、東浜投手が栗投手にシンカーの握りを見せ、栗はその球をツーシームだと解釈し自身の持ち球にしました。その次の年2011年に正木投手と薮田投手がアジア大学に入学し、東浜投手のシンカーはツーシームとして次の代へと引き継がれたのです。その後東浜投手のシンカーは各代へと継承されていき、このツーシームを投げるアジア大出身のプロ野球投手は現代のプロ野球でも多く見られます。現代野球において変化球の種類は激増しており、変化、スピードの多少の違いだけでも名称が変わってしまいます。また球種は自己申告性の部分が強いため、似ている変化球があったり同じ変化球に見えても本人が違うと言ってしまえばそれまでの風潮もあります。そのためアジア大の投手陣で引き継いでいく過程で、先ほどお話ししたようにそれぞれオリジナル要素が加わり、別の球種のようにも思えますが、そういった東浜投手のツーシーム、シンカー系統のボールは全てアジア大ボールとして一括りになっています。アジア大ツーシームの基本が分かりましたら、あとはご自身の投げやすいようにアレンジ次第なのですが、まずはツーシームの握りから指を広げてボールを挟むように握ります。この指の広さも個人の自由なのですが、ツーシーム要素を強めたい場合は指の幅を狭くしてみてください。逆にあまり指を広げすぎてもフォークボールの要素が強くなるため、感覚としてはストレートの球速をある程度維持できるくらいの指の幅で、最後に少しボールを指から抜きやすくなるくらいのちょうど良い幅を見つけていただけたらと思います。ツーシームとフォークの中間のこの握り方を自分の中でしっくりきましたら、投球時に若干シュートを投げるみたいに人差し指でボールを外側に引っ掛けていただけたらと思います。このシュート、シンカー回転をかける感覚についても人によって千差万別で、チェンジアップを習得している方でしたら先ほどお伝えさせてもらった握り方でチェンジアップのように抜いても良いでしょうし、すでにツーシームを習得している方でしたらフォークの要素を強めて少し抜くように低めをめがけて落としても良いと思います。シンカーを得意球としている人は少し球速を早めて縦回転を意識することでツーシーム要素が強くなるかもしれません。要するにツーシーム系統を基本として自分の持っている変化球と球質の要素を付け加えると、アジア大ツーシームに近い自分オリジナルの新しい球種が発見できると思います。
can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. 私がアジア大ツーシームに近い球を発見できたのは、読売ジャイアンツの西本隆投手のシュートボールと、ソフトバンクホークスの千賀滉大投手のフォークボールを参考にしたおかげでした。この2人の球種を合わせることによって、アジア大ツーシームと同じような軌道を描く変化球を習得することができました。千賀選手のフォークボールの握りは、ボールの縫い目を斜めにかけてボールを挟み、人差し指だけを縫い目のカーブに沿ってかけています。千賀投手のフォークの握りは、浅めにボールを挟み、人差し指だけが縫い目にかかっていることで、どちらかというとシンカー気味にボールを抜きやすい握りとなっており、縦回転のフォークボールを投げられなかった私としては、とても投げやすい握り方になっていました。この話は人づてに聞いたお話でしたが、西本投手のシュートボールはリリースするときに肘を机の上をバンと手のひらで叩くイメージで投げているとのことでした。この感覚をツーシームの感覚に取り入れて投げてみましたら、見事にシュート方向に変化させることができました。ツーシームやシュート、シンカーを投げる際に、どうしても腕を外側にひねろうとする選手が多いですが、そのような投げ方は無理のある投げ方になり、肘への負担が大きくなってしまいます。西本投手はキレのあるシュートを代名詞として、巨人軍のエースとして沢村賞を獲得した投手でした。そんな西本投手のシュートボールの投げ方が、腕をひねらず手のひらを前に出す感覚だということを知り、腕の振りの大きさや向きで変化量が決まるのではなく、指先の感覚やボールを抜く感覚、引っ掛ける感覚で十分変化を起こすことができるということを知ることができました。そして西本投手のシュートの腕の振りと千賀投手のフォークボールの握りでボールを投げてみましたら、見事落差のあるシュート系のボールを投げることができたのです。内角に投げるとシュート系統とフォーク系統が混ざり、シンカー系で斜めに落ちるボールに変化し、指が外角の方に引っ掛かると少しスライドしながら縦変化の変化球になり、低めに投げるとフォークのように落差を活用することができました。このようにアジア大ツーシームに正解はなく、ツーシームをいかに有効に使うかという発想と、ツーシームに変化量、落差を加えたことでオリジナル要素が加わり、使い勝手の良いボールになると思います。私のようにフォークボールやシンカーボールの変化量で悩まれている方や、落とすことに苦手意識のある方は、アジア大ツーシームのように変化の小さいツーシーム系の変化球に挑戦することも選択肢の一つになるのではないかと思います。以上がアジア大ツーシームの起源についてと、その特徴についてのお話でした。プロ野球中継を見ていますと、山崎康明投手や清水昇投手の他にも、阪神タイガースの高橋遥人投手も同じようなシンカー方向へのツーシームを投げていましたので、このボールの活用方法についてぜひ参考にしていただけたらと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。